浙江省甲州市の新型コロナウイルス抗原検査キットの製造工場で9日、突然の解雇に腹を立てた労働者らが集まって抗議活動を行いました。大勢の警察官が現場に駆けつけて暴力的に鎮圧しました。一部の労働者は殴られて意識不明になり ICU に運ばれました。情報筋によると 甲州市奥体生物医療工場で9日大勢の労働者が未払い給与や突然のリストラをめぐって大規模な抗議活動を行ったといいます現場にいた労働者によると労働者たちは9日未明から工場の入り口に集まり未払い給与の支払いと適切な補償を求める大規模な抗議活動を行ったが工場側は労働者らの請求を拒否しました その後、警察隊が現場に駆けつけ、労働者を追い払ったり殴ったりしました。一部の労働者は意識不明になり、ICU まで運ばれたといいます。労働者らは、警察が問題を解決してくれないのが分かって、工場を出て、市政府に向かって抗議デモを行いました。現場にいた労働者によると、労働者らは9日午後7時過ぎになっても、庁舎で待っていたといいます。